ジェームス死んだ。死んだね。ここを出るわよ。次は私たちを狙ってるわ。今すぐ避難するのよ。もちろんや。一体何が起こった。ジェームス、あなたの父親はオーバーロードを起こした。エンクレーブに浄化装置を渡さないために、私たちを逃がすために自分を犠牲にしたのよ。まだ来るわよ。見つかる前に逃げましょう。彼の死を無駄にできないわ。だからまあまさにあのお母さんの好きやったあのヨハネのね、あの黙示録の何章か忘れましたけど、あれですね。はい、父をあそこに残しておくつもりはない。彼を助ける方法はない。放射能レベルは致死量に達している。あなたも死ぬわ。ここを早く脱出しなきゃ。そうですね、まあ、とにかく今は生き延びてお父さんの意思を継ぐことが大事ということで、行きましょう。安全な場所に続く古いトンネルがあるわ。一度避難通路に使ったのはだいぶ前だけどね。道を覚えてればいいけど、みんなに伝える暇はないし。こっちよ、ついてきて、早く。いや、声優の演技もいいですね。はい、じゃあお父さんありがとう。行きましょう。でこっからは結構一連の流れっていう形になるんで、もしかしたらね、途中でお話の途中で動画カットすることになるかもしれません。どこ行った？どこ、あ、これか。消えた思った。ダフトトンネル。トンネルやな。はい。で、一応生き残ったのがこの3人ってことかな。何をしたんだ？どこかに消えないでね。あなたが必要なのよ。あ、もちろん。なんだって？聞こえたでしょ、一緒にいて。他に戦闘経験のある人がいないのよ。エンクレーブがそこまで来てるし、これから何があるか予想できないわ。持ちこたえるにはあなたの力が必要なの。もちろん助けさせていただきます。もちろん。何をすればいい。みんな一緒になって急いで動くわよ。後に続くから先を急ぎましょう。わかりました。すぐ後ろにいるわね。気をつけて。お前か親父が関わっていたなんて知りたくない。俺たちを裏切ったかと思うと。まあまあまあ、そう思うのも仕方ないわな。お父さん死んだ。すまない、知らなかった。お前が現れてからこうなったもんだから、てっきり、すまない。今は話す時間じゃない。まあもちろんそうやな。バイ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 。癒されるな。はい、で一人アレックス・ダーゴンさん。誰かがやってくれて助かったよ。一体どうなってるんだ。あいつらは誰だ。銃声が聞こえてるな。ここで死ぬのは絶対嫌だ。さあ、じゃあここからはまあ追いかけてくるエンクレイブから逃げつつ、まあ、この人たちを守りつつ脱出するという段階でございます。はい、じゃあ行きましょう。ちょっと探索も進めながら行きますね。ちょっと弾がないんでね。弾がないからなんとかせんと。すぐ弾なくなるわ。早速なんかやられてますけど、プラズマ武器やな。あー、ここなんか上から来るんじゃうのこれ。大丈夫？おー、何これ。まあとりあえずはステルスで、とりあえずはステルスで隠れつつ進みますよ。みんな来てるかい。みんなゆっくり来たな。ゆっくり来たなり。感じていないか。水は生きるために必要だ。だがここキャピタルウエストランドの、はい、大統領の演説が聞こえておりますが、放射能で汚染されている。おそらく、あ、開けれる。はい、防衛かな。うわ、おる、早速おる。あ、こっちの方がいいかな。あ、待って、死にそうや俺。ちょっと待ってくれ。助けてくれ、助けてくれ、助けたいけど。あ、来た、やばい。ちょっとどうしよう。グレネード、とりあえずグレネード。あ、抜かれんちゃう。一発あんねん、抜かれんちゃう。おっしゃ、いけいけー、イエーイとりあえず2匹やった。でかいぞこれ、でかい、この2匹でかい。よし、あともう一体あるな。上か、いや下から来た。待ってくれ、これアイボットが落とし。とりあえず行くな。そして名前わからん。ダグザかなんか。行くな、お前何もできんやろ。もう行くな、やめろ、死ぬぞ。ダグザ行くな。あ、結構こいつもダメージいってる。あいつ何してんのほんまに。あいつ死ぬって、行ったらあかんて。ちょっと待って、待ってくれ。上にいた女。
これほんまきつくない？え、空いてるし、え、みんな行ってるし、え、俺だけ戦ってない今。待ってや、俺だけ一人戦ってない。ちょっと待ってくれや、それはないわ、それはないわ。リーさん、せめて知らしてくれや、終わったよって。え、もう行ってるやんみんな。俺の戦い、これこうなった俺の戦い。ほら、なんか骸骨持ってもた、なんか骸骨持ってもた、これどうしたいのこれ、骸骨持ってもたこれ。これどうしたいのこれ、わからん。よし、あれをねちょっと回収したいのよ、お金になるから。でもあんまり無理するとダメだね。これグレネードある、グレネードでなんとか。ほい、マージキスイは倒したし、そして上は上一人おるな。いやちょっと回収だけ行こう、もったいない、ちょっとこれはもったいないね、これはちょっと回収。めっちゃ死んでんもん。この辺は後で売ります。さあ逃げよう、ダメだこのままじゃやられる。え、めっちゃスティームパック使ったんちゃうの、めっちゃ使っちゃうんちゃうの今ので。あと3つしかないやん。あと3つしかないねんけど、スティームパック。どうしよう、相当きつい、グールの音がする。グールぐらいやったら何もでも倒すねんけどな。まあ、この辺のね回復手段は、まあ、言ったらその、まあ、実況っていうことでね結構急ぎ目で進んでるから、まあ、皆さんもっとちゃんと準備して挑んでくださいね。ほんまはこんな状況になっちゃダメですからね。ボトルキャップ地雷がある、これはありがたい、ボトルキャップ地雷は使える。他の2人どこ行ったの、なんか2人ほど足りない気がするんですけど、科学者しか残ってないよね。あ、来た来た、帰ってきた、何が来た、グール、ここから逃げ出すぞ。ここから逃げ出すぞ言うてるけど、これでおしまいだな、まだまだ終わらへんよ。あ、そうか、なんかちょっとわかったかも。スティムパックですが、スティムパックね多分回復量が上がるパークを取っとかんとダメやね。一個使っても全然ほら全然回復せんから、これちょっとパーク取っとかんとまずいね。なるほど、なんぼ回復しても全然や思った、それや。いや、この BGM いいな。さあ来いよ。え、どのぐらいあんのこれ、まさかと思うけどあいつ死んだ。あ、あのね一応ねほんまやったらここでね残ってたほらつなぎきたさ、坊主の男の人おったやんか、あの人多分もう死んでしまってるんですけど、生きてればここであの人がちょっと持病が悪化して助けてくれっていう感じでここでね立ち往生してまうのよ。でそこでスティムパックを渡すか、嘘ついてバファウト渡すか、無視するかみたいな、そんなねイベントというか、まあミニイベントがあるんですけど、ちょっと死んでしまったみたいなんで怒らないです、ごめんなさい。てかあのタイミングであそこ突っ込んでいかれてもきついよね。多分最初の襲撃の時死にましたね。それは俺は悪くないわ、悪くないわ。さあ思いっきりマーカー出てますけど、うわー、ここ出てくるわ、絶対出てくる。これ走り去った方がいいんじゃない、戦うより。さっきの剣もあるし、走り去ろうか。これなんかね後ろから襲ってきたはず。逃げろ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 、多分ね後ろから、俺後ろ切れるよ、あんな相手知られへん。逃げろ逃げろ、みんな逃げろ。アイボットヘルメットや、なんか手に入れた、みんな逃げろ。こっちからも切れるの、待てよ、こっち側のやつだけやったらなんとかするわ、後ろのやつは無理。はい、グールさんですね。えらい飛び上がって、グールさんはなんとかなんねんけどな、すごいアングルやな。ちょっと強めのグールやな、ローマ。待ってくれ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 言うてよ、待ってくれ言うて、待ってくれ言うて。はい、動きのもっさり感がすごい、あれはちょっと相手できないぞ。え、まさかのマジソンリー、いやマジソンリーはしないよな、さすがにマジソンリー死亡ルートなんてないよね。お、なんか違う場所来ましたけど、ラダウェイ、ラダウェイよりもスティムが欲しいな。あ、ジェットとかもあんまり活用してないね。ジェット一回使ってみよっか、ジェットまだあんまりこのゲームで使ったことないね。ジェット、あれスティムなくなった、あ、あるわ、ジェットをセットして、ジェット使うとどうなの、あれ特に何も起こらない、あ、AP 回復なんや。へえ、ジェット自体は、フォールアウト4みたいなのスローモーションにはならへんみたい。AP を回復するだけや。なるほどね。それはいいとして、
マジソンリー来ないですけど大丈夫？ちょっと後でついてくると信じていきますよ。あ、 BOS や、 BOS がいる。助かったパラディン。ここは観光する場所じゃないぞ。お前のような一般市民は今すぐ高いところに移動しろ。これは助かった。あ、来た来た、倒してくれ倒してくれ。もう何もないね俺、もう何もないから、頼むわパラディン。こんなとこにパラディンおんねんな。ちょっと弾もあるわ。もろてこもろてこ。あー、助かった助かった、ありがとうございます。あー、スティームもある、ありがてありがてありがてえけど来てないね。迎えに行かなあかんの、マジか。あのエンクレイブ戦ってるところでまだやってるってこと？あれと対峙する元気ないぞ今俺。結構しかも戻るでこれ。何してんやろ、ほんまに何してんやろ、ここやろ、何してんの、はよコント倒さんとけえへんとか、まさか。え、マジソンリードがどこおんの、あれ、あの上におんのよ。え、来たわ今、嘘やん。あ、今来た、あ、今来た、あ、ずっと待ってた。ってことは倒さな進まんのか。あれ気絶やけど、うっそやろ、マジか、倒さなあかんの。ちょっと頑張るわ。いやでもね、どっちも近づか、ちょリージャマリージャマ、あのちょ近づかんと、どっちにしてもね射程的にきついのよほんまに。なんでね、ちょっと回り込んでいけへんかなっていうことで、確か向こう側に行けたはずなのよ、どっかから。ちょっと探すか道。うわ、ダメっぽいわ、しかも。うわ、マジか、なんとかなるかな。グレネード投げ込む？とりあえず。とりあえずグレネード投げ込んどいて、何とかなるよ、これ。よいしょ、届け届け届け、よいしょ、届け届け、待って、あ、やばい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 、マジでやばいマジでやばいマジでやばいマジやばいマジやばい、ちょ、みんなほんま頼むわ。あんな遠くまで逃げてんや、あいつ。ちょ、アレックス？あんなとこからお前。バッツがほんま届かないのよ。ちょっと待ってくれよ。一人はでも倒した。あっちどうやって行くやろほんまに。待って待って待って、無理無理。いや本当にね、もう何もないんです、何もないんですよ、もう本当に。ファンシーレリーキーヒロ、こんなん食べても全然回復せんしね。まずいな、ここちょっとセーブしようか。ダメだ、今セーブすんのあんまり良くない気がするけど、死んだらだいぶ戻るからねここ。えらい顔して、えらい顔して、よっしゃ倒した。これテスラーアーマーやな、倒した、なんとかなった。よっしゃ、じゃあいけるな、いけるな、リー次来てな。ほんま頼むわ。待って、この主人公ちゃん、アレックス死んでるやん、アレックスやられてるやん。これリー以外全員死ぬあんのかな。ごめんなさい、アレックスさん死にました、ほんと申し訳ない、ほんとに申し訳ない。来てください早く、リーもいるや。まあ、リーは最悪不死やからええけど、あれリーは、あ、リー来てる、リーいつまでそうしてんのそれ、リーもう先おらへんから大丈夫やから。たださっき BOS がいてくれたから、多分あの先は敵はおらんと思うねんけど、なんとかなると思うんですが、なんとかなるかな、この先ね、この先はまだ行ってない。まあ、最悪退却して BOS に任せれば。あ、出口や、よかった出口来た、よかったよかった、出口に来ました、これや。やっとはだ、つら。つらすぎやろ。二人しか残りませんでしたけど。出ましょう。もう安全や。かつての国防総省、ペンタゴンですね。ということはっていうことになるんですが。はあ、到着した。うまいこと。ドクター・マジソン・リーよ。シェルターが必要な人がいるの。すぐに入れてちょうだい。申し訳ない、許可を得た市民だけが要請に入る、すぐに立ち去る。リオンズ、そこにいるのは知ってるわよ、聞こえてるでしょ、早く開けなさい。あらあら、お前悪いやつやな、お前。今のうちに逃げるわよ。そうですね、
ちょっと BGM うるさいですけれども、無事ね、こちら BOS の拠点ですね。キャピタル BOS の本拠地、ペンタゴンを使っている、ね、要塞と呼ばれる場所でございます。まあ、ここになんとか逃げ延びた、まあ、3人、まあ、本来であれば5人なんですけど、5人でここに避難するという流れになっております。はい、まあ、挨拶もしていくんですが、これね、警戒ロボットですね。これセントリーボットやね、当時の。全然デザイン違うね。これあれかな、これ、あ、でも背中のデザインも全然違うわ。これ以上セントリーボットですね。これが後のっていうか、元々のセントリーボットですね。で、こいつらが話してる？パラディン・ベイエル。名前はパラディン・ベイエル。何が必要だ？入っていいの？よろしい。入るのを許可する。しかし、まだ気に入らない。はい、らしいですね。まあ、BOS についてとかは一旦ここは置いときましょう。もちろん。はい、というわけで、まあ、今回はですね、まあ、オープニングからジェファーソン記念館に行き、父を手伝い、エンクレイブの襲撃を受けて、みんなを守るためにお父さんが死んだと。そしてそこからエンクレイブから逃げ出すために、地下トンネルを通ってやってきたのが BOS の本拠地ペンタゴン要塞ですね、という流れになりました。ここからはエルダー・リオンズが登場して、いよいよ、まあ、メインクエストに完全に BOS が関わってくる形でお話が進むようになります。はい、キリがいいので今回はここまでということにしますが、次回はいよいよエルダー・リオンズとお話をして、この先どうしていくのかという流れになっていきます。今回もご視聴ありがとうございました。